ここ何年かは白い雪が降って助かるわ。雪が白いのは当然でしょ。ブー、ヘラビーサじゃ当たり前じゃないの。風向きと火山の調子によっては火山灰が混ざった灰色の雪が降ることがあるのよ。近くに火山なんてあったか？あるのはもっと北の方なんだけど、ミッドガンド王国内で一番大きな塩石もそのキララウス火山で取れるのよ。っていうかそこでしか取れないんだって。キララウス火山、なかなかすごないわ。これはダイルの尻尾。あんた、あいつをやったのか？タールの沼にはまって死んでるのを見つけたの。これしか持ち帰れなかったわ。本当か？疑うのは自由だけど、嘘でもゴーマの体を持ってこれるやつがいる？確かに。じゃあ船の修理をお願い。そうはいかん。テレサ様から正式な許可が下りないと。急いでって言ってるの。密輸の真犯人がバレたら営業停止じゃ済まないでしょ。お前、取引を。浜辺の船を直してくれれば黙って出ていく。分かった、船大工は手配する。浜辺でお茶を。おいベルベット、いい機会だからブグ屋で装備を強化していこうぜ。装備を強化？知らないのか？ええ、故郷ではやってなかったから。ならなおさらちょうどいい。
やってこうぜ。ちょ、あんたって結構強引よね。おう、押しの弱い男はモテないからな。これが装備の強化だ。分かったか？一応。けど、なんか面倒ね。一見な。だが、何回かやってコツを覚えると、ハマるぞ。強化と分解を工夫すれば、独自の強力な装備を育てることができるんだ。強力な装備を育てる？そうだ。この先も戦うつもりなら、武具屋での強化は必須だぞ。押しの弱い男がモテないように戦いの準備を怠る奴に勝利はないからな。もっともね。これで強くなれるなら使いこなしてみせるわ。あいつにたどり着くために。
船の修理は何とかなりそうね。それで問題が解決するわけじゃ。航海士なんて探してる暇はないし、かといって定期船は許可なしじゃ乗れないわ。俺たちだけで何とかするしかないってことか。だが俺の操船の腕は前の通りだぞ。無理強いはしないわ。一人だってやるだけよ。どっかにフリーの航海士はいないもんかな。油断は禁物だぞ。フッ、捕らえられまい。捕らえられまい。遅延冷却。遅延冷却。遅い。遅延冷却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 。効果点。しまった。フッ、しまった。遅延冷却。そこをどけ。手にさせん。遅延冷却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 。二の方捕らえられまい。さあ先に進もうぜ。上水船長。遅延冷却。捕らえられまい。遅延冷却。捕らえられまい。二の方捕らえられまい。遅延冷却。遅延冷却。二の方捕らえられまい。降下点降下点。その程度で。やれやれ。上水戦場降下点。捕らえられまい。見切れるか。遅延冷却。呪い。その程度で降下点。見切れるか。呪い。見切れるか。スイヤスイヤ。遅延冷却。捕らえられまい。降下点。やれやれ。準備はいいわね。スピンさせん。見切れるか。降下点。呪い。一の方、スピン見切れるか。降下。スピン捕らえられない。邪魔。呪い。降下点。邪魔するなら始末する。油断は禁物だぞ。降下点。気にさせん。捕らえられまい。降下点。降下点。その程度で降下点。その程度で降下点。捕らえられまい。邪魔するなら始末する。刀の錆にしてやる。遅延冷却。遅延冷却。
遅延冷却、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 遅延冷却。邪魔するなら始末する。魔をかけさせないで。見切れるか。捕らえた。捕らえられない。次の呪い。そう、話にならない。油断は禁物だぞ。行けるか。スイヤー、スイヤー、遅延冷却。捕らえられまい。遅延冷却、遅延冷却、遅延冷却、遅延冷却。捕らえられまい。遅延冷却、遅延冷却、遅延冷却、遅延冷却。遅延冷却、遅延冷却。邪魔よ。遅延冷却。捕らえられまい。スイヤー。片付いたみたい。行くわよ。魔をかけさせないで。遅延冷却、捕らえられない。効果力、呪い、効果力、捕らえられない。遅延冷却、大したことなかったわね。なあ、ベルベット、お前が殺すとゴーマは人間に戻るのか。は？どういうこと？海岸で襲ってきたゴーマのことだよ。死んだら人間に戻っただろ。今まで俺が斬ったゴーマは死んでもゴーマのままだったから、ちょっと気になってな。ゴーマは死んでもゴーマのままけど、私が殺したニコや村の人たちは。ゴーマの方に当たり外れがあるのかな。くだらない。死体がどうなろうが意味なんてないでしょう。だな。死んだ後に当たりが出ても仕方ない。そう、重要なのは食らったゴーマが私の力になること、それだけ。ダメだな、この船は。流骨？人で言えば背骨が折れた状態ってことだな。大体なんでこんなところで座礁した。普通はありえないぞ。直せないことは分かった。戻っていいわ。どうする？町で新しく船を手配させるか。それしかないか。その時間があればいいけど。偉大なる聖主、カノ主に願い立てまつる。カノマの幸運と栄光を。我が名はそのためのニエなる礎なり。姉上。まあ、オスカー、突然どうしたのです？その傷は何があったのです？ゴーマに不覚を取りました。その件で本部に召喚される途中に寄ったのです。痛みますが、まだ戦います。この傷は我が未熟さの戒めとしましょう。さぞ卑劣な相手だったのでしょう。
いえ、左手でこちらの力を喰らい、打ち返す力を持ったゴーマです。見た目は燃えるような瞳をした黒髪の女性なのですが、油断すれば一刀でも危うい相手です。どうかお気をつけください。あいつか。姉上。わかりました。大丈夫。この程度の失策、何ほどのこともありませんよ。実は姉上にそう励ましてもらいたくて寄ったのです。つけてくれているのですね、その耳飾り。もちろんです。あなたがくれたものですから。思った通りだ、姉上によく似合う。ではこれでおいとまします。テレサ様、密航者を捕らえました。濡れ衣じゃよ、許可を取らずに乗っただけじゃのに。女ゴーマの仲間ですね。あの者はどこです？このマギルー様に拷問は無意味じゃぞ。何でもペラリと喋るからな。行くわよ。捕らえられない。邪魔。大したことなかったわね。油断は禁物だぞ。呪い。効果的。ここをどけ。効果的。好きにすんで。捕らえられない。生きれるか。捕らえられない。義援連結。義援連結。生きれるか。好きにすんで。捕らえられない。義援連結。義援連結。容赦も情け、一切かけない。油断は禁物だ。呪い。一連だ。成敗。ここだけ。楽な戦いばかりじゃ修行。行くわよ。二連で。捕らえられない。効果的。効果的。呪い。効果的。呪い。邪魔よ。やれやれね。清涼から告知があった。ゴーマを町に呼び込もうとした魔女の公開処刑を行うそうだ。へえ、そんな悪い奴がいるのね。町には近づかない方がいい。テレサ様がよく使われる手だ。悪党の仲間をおびき出すためにな。悪党はお互い様でしょ。
だから忠告した。テレサ様は一等大魔士のトップクラスだ。悪いことは言わん。今のうちに逃げろ。魔女ってマギルーだよな。清涼に気づかれたわね。抜け道も見つかったと思った方がいい。船の手配ももう無理だな。手配できないなら奪えばいい。奪うってヘラビーさんの船をか。こっちは二人だぞ。まだ協力できる奴がいる。ダイルか。あいつは航海士だって言ってた。仲間にできれば一石二鳥よ。そうかもしれんが、マギルーはどうする。それは清涼次第ね。ダイルの洞窟に行くわよ。すまん、マギルー、成仏しろよ。錠剤、戦場効果で生きられた。効果で捕らえられない。次、効果で呪い、効果で次、超限客。話にならないわね。お前って徹底してるよな。何が？行動がだよ。ダイルを利用し商船組合を脅しマギルーを見捨てる。自覚してるだろ。別に見捨ててない。気にしてないだけよ。やっぱり徹底してるな。よくわからないやつだけど、マギルーはそう簡単には殺せないわよ。第一、あいつはこっちの手の内を全部清涼にばらしてるはず。それはそうかもな。だからあいつも知らない手札が必要なのよ。例えば死んだはずのゴーマとかね。さて、歯をもうひととぎして仕上げておくか、うん、ブレードの手入れはしてるのか。なんなら一緒に研いでやるぞ。いい。命綱を気安く人に預けるなと教わったから。おお、なかなかいい師匠に巡り合ったんだな。俺が研ぐ必要はないが、手入れはこまめにしておけよ。教えるまでもないだろうが、研いだ後はクローブ油を塗って羊毛で拭くようにな。それも教わったわ。弟を殺したあの男に。